はい、今年はね、1月9日の狼狽から、春探しの旅をスタートしてるんですけども、その狼狽、2ヶ月経って、もうちょっと枯れかけてますね。香りももうほとんどない状態です。でもその後ろにですね、綺麗な河津桜が咲いてきてくれました。確実に、春の訪れを告げてくれていると思います。ではちょっと桜の方に行ってみます。